材料森田の優しさ。動けなくなるなら僕が合わせる。森田は24歳 MF 川村拓夢、広島についてもっと自信を持ってフィーリングでやったらもっといいと思うと期待した。前半みたいに後ろ3枚プラス僕1枚の4人でビルドアップできるなら、拓夢みたいにボックスズボックスのようなタイプはもっと上下動して中盤っぽくなってもいいと提言。彼も結構フィーリングでプレイするタイプだと思うので、あまり頭でっかちになって動けなくなっても仕方ない。普通に楽しんでもらいたいなと。彼が合わせに行く必要はまだない。僕が合わせる方がスムーズだし、シュートや推進力だったり左利きで素晴らしいものを持ってる。それは田中碧や遠藤航とか僕にはない。もっと見たいと力説した。森田の評価とアドバイスは今季アンカーでちょっとおとなしくなってた川村にとって心強いだろうな。僕が合わせた方がスムーズって言える先輩かっこよすぎませんか。広島浅見波出身、川村班の意地を見たいな。中盤に動ける板倉派のボランチを作るのが必要だよな。川村は他の代表ボランチにない瞬発力があるし、そこを見たいんだよな。無難に回したってそれなら森田青中心に川村よりはるかにレベル高い選手はたくさんいる。川村は清潔感がすごいよね。多分1日3回風呂入ってると思う。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。